吉尾です。このチャンネルでは頑張っても頑張っても幸せになれない人に向けてメッセージを送っています。はい、今日のテーマはですね、頑張っても頑張ってもなぜか問題が出てきてしまう人の特徴についてお話しします。よくいるんですけども、こう頑張ってめちゃめちゃ努力してこう PDCA めちゃめちゃ回してるのになぜか問題が起こったりとか、あとプライベートでもなぜかグズグズの問題、彼が浮気したとか、実は彼がめちゃめちゃ借金持ってたとか、あとは本当に家族が仲が悪いとか、本当に自分がお金に困ったとか、なんか知らんけどいつも問題抱えてる人がいるんですよ。なんか周りにもいませんか？多分ですけど、僕のチャンネルを見てくれてる方はきっとあなた自身がそういう問題をたくさん抱えて今まで生きてきたんだと思います。で、よく間違いがちなのが、問題が起こるのはあなたが特別で試練を持って生きてきたからだよとか、なんか前世がすごく愛されてるから今この試練を迎えてるんだよとか、なんかよくそういうことでごまかされそうなんですが、実はそんなことなくて、本当は問題なんて起こんないんですよ。問題が起こらない人生が当たり前なんです。だから問題が起こっている方が実は不自然だということに気づきましょう。だから私はこんなことがあって、幼少期からこんなことがあって、でなんか学校でいじめられて、そして今も彼に浮気されて、結婚したけど離婚して、で仕事もうまくいかず、みんなから文句言われて、なんかそんな人生を送ってます。でもこれは私が特別な存在だからですっていうふうに、なんかこう占いとかで言われるらしいんだが、そんなことはないです。なのでしっかりとまず今現状を見て、今日はちゃんと心の仕組みというか、このなぜ問題が起こるのかっていう問題が起こる仕組みについてお話しするので、ぜひこれを参考にして、自分がなぜ今この瞬間この問題が起こっているのかっていうのをちゃんと自分の目で確かめるようにしてください。では結論から言います。なぜ今目の前の現実で問題が起こるのか、その原因はあなたの心の中にあります。現実というのは実は僕らの心の中の思っていることの答え合わせとして現実が生まれています。例えば今私が見ている世界、会社の上司からいじめられたりとか、彼から愛されなかったりとか、お金に苦労したりとか、いろんな問題があります。だけどもこの問題というのはあなたの心の中で思っていることです。例えばどうせ私は愛されていないっていうふうに思っていると、どうせ私は愛されていないという思いの答え合わせをするために現実が現れます。上司からいじめられるとか、学校でいじめられるとか、あとは彼が浮気をするとか、だからそういう問題を起こして、ほらね、やっぱり私は愛されてないでしょっていう答え合わせをするんです。なので今見ている現実はあなたの心で思っていることの答え合わせとして現実が起こっている。なので問題というのは正解を探すのではなく、もうすでに起こっている問題に対しての答えを探す作業をしなきゃいけないんです。問題があるってことは答えがあるってことなんですね。正解を導く、解決するんじゃないです。その問題に対する問いに対する答えは何だろうっていうふうに考えてあげるのが一番いいんです。だから他の解決策を探してこの問題を消そうとするんではなくて、今起こっている現実、引き起こしているのは私なんだから、じゃあ私がここの中で抱えている答えというものは何だろうっていうふうに考えてあげるんですね。そうするとおのずと分かってきます。だからそういうふうに自分の中の心で思っていること、自分に許可を出していないところが出てきます。その答えを見つけるために僕らは現実に問題を起こすんですね。なので吉尾と愛香とか吉田吉尾を知ってくださった方は、バツイチ子持ちの彼と付き合って問題が起こって、答えを見つけに吉尾と愛香を検索してヒットした方が多いと思うんですけども、実はこのバツイチ子持ち問題というものも、実はバツイチ子持ち問題というこの問題ですら、あなたの心の中にある答えの反映なんです。あなたの心の中にあるどうせ私は愛されていないというこの気持ちですね、この答え気持ちを答え合わせするかのように、バツイチ子持ち問題というものが浮かび上がるんですね。なのでバツイチ子持ちと彼自体が悪いわけではないんです。バツイチ子持ちの問題があるわけではないんです。あなたの心の中にそういう
思いがあるから問題として捉えられてるだけなんですね。同じバツイチ子持ちの方と付き合ってもそういう問題が一切起こらない人もいるわけですよ。だけど私は起こってしまう。じゃあなぜか、これはじゃあ私の心の中に何かあるんだなというふうに思った方がいいです。彼がどうこう、彼の素行がどうこうではなく、彼の過去がどうこうではなく、私がどうして彼の過去に焼き餅を焼いてしまうんだろうとか、どうして私はこのことで悩んでしまうんだろうとか、そういうふうにちゃんと私の心に、私の心の中にある答えに目を向ける作業をしている。バツイチ子持ち問題とか恋愛とか今の目の前にある問題に目を向けるってことは、ずっと問題文を読んでるようなもんです。問題に対してその問題をどうやって本当の正解に導くか、正しいものにするかっていうふうに考えてるんですよね。でも答えは出てるんです。現実っていうのは自分の持ってることの答え合わせなので、自分にフォーカスさえすればその問題の問いっていうのはあるんですね。なのでちゃんと自分に向けてあげる。バツイチ子持ち問題で悩んですごく辛い方もいると思います。だけどもまずは彼の過去、彼に向け目を向けるんではなくて、一回自分の心に目を向けてみてください。そうするときっと今目の前に起こっている現実、その答えが出てきます。そしてもし分からなかったら、ぜひ吉尾に相談してみてください。その答えを一緒に導く作業をしていきますので、ぜひぜひ吉田吉尾を頼って、そしてこの吉尾心理学ブログ等をね、参考にして自分で自分の中にある答えを探してみてください。はい、ということで今日は頑張っても頑張っても問題ばかり起こってしまう人の特徴についてお話ししました。この動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さんまた会いましょう。バイバーイ。